シュラマル。ねえ、ハルコさん、ちょっと相談に乗ってくれない？おや、マイコさん、何かあったのかい？それがね、キミエさんのことなんだけど。キミエさん？私のこと無視するのよ。なんか気に食わないみたいでね。それでもう私すっごく落ち込んじゃって辛いのよ。ね、ハルコさんは私の味方だよね。キミエさんが無視？いや、それはないんじゃない？例えば作業に集中していたとか、耳栓でも入ってたとかじゃないの？そんなことないわよ。なんかすっごく嫌そうな顔してたんだもの。じゃあ、舞子さんがなんか臭かったとか？失礼ね。ちゃんとお風呂に入ってます？ああ、ごめんごめん。そういうことじゃなくてさ、ほら、畑仕事した後とかさ、誰でも汗臭くて、夏なんかちょっときついじゃない？そういうのかと思ったんだよ。私の香りはフローラルサボンなの。フローラル。もうそういうことだから、ハルコさんは私と一緒にいてね。へ？ハルコさんってよくキミエさんと一緒にいるでしょ？そうだね、キミエさんとは仲良くさせてもらってるよ。でももうそういうのはやめてほしいの。だってキミエさん、私を無視するような人なんだよ。そんなこと言われてもね、私はその場にいたわけじゃないし、だからどっちの味方もできないよ。ただ話を聞くに、舞子さんの勘違いだと思うけどね。何よ、結局キミエさんの味方じゃない。だってキミエさんが舞子さんの悪口言ってるところなんて見たことないしね。むしろこの間風邪ひいた時なんてすごく心配してたっけ。ハルコさんはキミエさんのそういうところに騙されてるのよ。ね、キミエさんとはもう話さないようにして。ママ友旅行もキミエさんの代わりに私が参加するから。ママ友旅行？ああ、今度みんなで秋田に行こうって話してるやつね。いいなあ、ジュンサイ大好きなんだよね。楽しみだよ。それ、キミエさんをキャンセルして。ハルコさんが幹事なんでしょ？はあ？あんた一体何言ってるんだよ。だってキミエさんは私を無視するような人なんだよ。だから、みんなも逆にキミエさんを無視しようって言ってるのよ。でも旅行はいろいろ予約しちゃってるからもったいないでしょ？その代わり、私が参加するから。あのね、ふざけたこと言ってんじゃないよ。え？どっちが悪いのかもまだわからないのに勝手にそんな話して。舞子さん、あんたちょっとずうずうしいよ。旅行に行きたいなら素直にそう言えばいいじゃないの。何よ、私の気持ちなんかわかってくれない。もういい。あら、まったく困った人だね。こんにちは。私の名前はハルコ。田舎に住んでいる普通の主婦なんだけど、最近ここが賑わってきたんだ。漬物名人が引っ越してきたことで、漬物の里なんて言われるように、たくさんの人が遊びに来てくれて嬉しいものだね。さて、舞子さんなんだけど、ちょっと厄介な人なんだよ。というのも、誰かターゲットを決めて、その人を孤立させようとしてんだよね。ちょっとやることが悪質でさ、おまけに今回のターゲットはキミエさん。困ったなぁ。まあ少し様子を見てみようかな、なんて思っていたんだ。そうしたらこの人、とんでもない行動に出たんだよ。まったく許せないね。ハルコさん、まだキミエさんと一緒にいるの？はぁ？なんだ、また舞子さんか。あんたもしつこいね。なんでそんなこと言うのよ。ハルコさん本当に冷たいわ。旅行にも参加させてくれないし。だから罰が当たったのね。何の話してるの？だから、あんたたちの旅行は私がキャンセルしてやったのよ。もうおしまい。20人の楽しい旅行だったのに。残念だね。今みんなで純菜鍋食べてるけど。え？いや、ちょっと旬からは外れちゃったんだけどね。それでも美味しいよ。この食感がたまらないんだよね。ずーっと外で食べてればいいわよ。ホテルはキャンセルしちゃったから泊まれないわよ。いや、ホテルの夕食だけど。え？部屋あったの？あのね、旅行のキャンセルなんてそんな簡単にはできないんだよ。だって私、ハルコさんの名前や電話番号ちゃんと伝えたもん。そうだね。それでその予約キャンセルしますからって電話切ったんだってね。そんな変な電話が来たら、私のところに確認の電話来るに決まってるでしょうが。げっ！ということで、ちゃんとホテル側から確認が来てね。ホテルの予約はキャンセルになんかなってないよ。な、
何それ、ムカつく。あんたそんなこと言ってる場合じゃないよ。え、何、どういうこと。だってあんたホテル側に迷惑かけようとしたんだからさ、これ訴えられちゃうんじゃないのかい。電話かけた時は非通知じゃなかったんだし、すぐバレるでしょ。そんな大げさな。だってキャンセルだって電話しただけだし。あんた20人分の予約がさ、もしかしたら本当になくなったかもしれないんだよ。そうしたら私たちだけじゃなくてホテル側も困ることになるんだよ。でも、でも、だって。いい加減にしな。え、は、春子さん。人に迷惑かけておいて謝りもせず、でもでもだってちゃんかい。今までもそうだね、人を孤立させて楽しんでたみたいじゃないの。私はね、あんたみたいな少年の曲がった女は大嫌いだ。ちゃんと謝りなさい。な、何よ、そこまで言わなくてもいいじゃないのよ。あ、あれ、なんか知らない番号からやたらと電話が来るんだけど。ホテルじゃないの。ちゃんと話し合って謝罪しないと、あんた本当に訴えられるよ。そんな。まったく人に迷惑ばっかりかけて。子供だってこんなことやらないよ。舞子さんがキャンセルした後、ホテルの支配人さんが連絡をくれたんだけどね、真面目で厳しい感じの人ですごく怒っててさ、対応次第ではしっかり訴えますからって言ってたっけ。いや、その方がいいよ。悪いことしたらちゃんと反省しないとね。さて、私たちの旅行だけど、今回は秋田だよ。秋田で美味しいお酒を飲んだり、純菜鍋食べてね、きりたんぽ鍋も食べたよ。子供の頃父親が作ってくれたっけ。私にとっては思い出の味だね。観光館みたいなところで生ハゲも見て本当に楽しいよ。春子と君江の LINE。 あれ、君江さん、どこに行ったの。あと10分で集合時間だよ。ごめんざます、今すぐ行くざますよ。バター餅買い忘れていたざます。今会計の列に並んでるけど、そろそろざます。ああ、バター餅か、美味しいんだよね。君江さんのおやつにするのかい。これは舞子さんへのお土産ざます。舞子さん確か好きだったはずざますよ。え、舞子さん君江さんを孤立させようとしてたんだよ。君江さんちょっと甘いんじゃないのかい。ひょえー、図星ざます。でも、でも名探偵なんじゃい君江が考えるに、舞子さんはお姑さんとうまくいってないざますよ。舞子さんのお姑さん、あれだよね、確かなんか上品な感じの奥様じゃなかったかい。そうざます。でもなんで君江さんを孤立させようとしているのか気になって、この間舞子さんの家に行ったざますよ。そうしたらお姑さんのネチネチネチな話が聞こえてきたざますよ。ネチネチネチ。舞子さんのところは女の子二人ざましよ。それで男も産めないのかってものすごく怒られていたざますよ。舞子さんの、ごめんなさいお母様、私が全て悪いんです、そんな声が聞こえてしまったざます。そうだったのかい。多分もうストレスで限界なんざます。舞子さんがいろいろな人を孤立させようとしたのは悪いことざますね。でも舞子さんの心の中はきっと。なるほど。舞子さんはそんなにおバカじゃないざます。うまくやれば本当に誰かを孤立させようとすることくらいできたざましよ。でも大げさで誰からも信用されないような言い方だったざます。まあ、あんな嫌な言い方されたら誰も信用しないよね。そうざます。君江たん、お姑さんとの会話を聞いたからかもしれないけど、なんだか舞子さんの助けてに感じるざます。やったことは悪いけど、だからといって嫌いにはなれないざます。まったく君江さんは人がいいんだから。でもあれだよ、人を信じすぎちゃいけないんだよ。悪い人は悪い、そういう考えも必要なんだから。はーいざます。でも君江さんが本当に間違えていたら、きっと春子さんが助けてくれるざます。まったくこの人は。あの後ホテル側は本当に動いたんだけど、最終的には和解っていうのかな、警察には行かずに済んだよ。その内容もなんというか複雑でさ、ご主人とお姑さんも一緒に謝罪に行ったんだけど、その時お姑さんが舞子さんをすっごく罵倒したらしいんだよ。人格を否定するような言葉を延々と吐かれ、
ご主人はニヤニヤしながら見てたって。それでホテル側もいろいろと察して話し合いで終了したんだってさ。いや、まったく、キミエさんはすごい人だね。私らにはわからないものが見えているみたいだよ。名探偵なんじゃいキミエなんて言ってるけど、本当にそうなのかもね。キミエとマイコのライン。キミエさん、ザーマス、びっくりしたザーマス。マイコさんザーマス、お元気ザーマス。うん、あの、離婚して東北の方に引っ越したの。シングルマザーで大変だけど、仕事も見つかったし。そうか、よかったざますね。あの、本当に、本当にごめんね。これからざますよ。え？キミエタンも昔人に迷惑をかけて、結果大変な思いをしたざます。あっちこっちに働きに行ったり、極貧だったり、今みたいに貧乏でも幸せ、じゃなくて、大変だったざます。辛かったざます。でも、そうやって自分のしたことを反省していったら、幸せになったざます。そっか、あのね、職場に嫌な人がいるんだ。アパートにもね。よく転ぶし失敗するし、なんでこんなに不幸なのかって思ってたの。でも当然だよね。人にいっぱい迷惑かけたんだもん。でもでもでも大丈夫ザマス。いっぱいいっぱい頑張ればいい未来が待ってるザマス。キミエさん、うん、ありがとう。そして本当にごめんなさい。また連絡するね。待ってるザマスよ。ずっとずっと待ってるザマス。うん、そうなんだよね。実はマイコさん離婚したんだよ。東園を頼って今は東北に行ったみたいだね。ただすっごく苦労してるみたいだ。まあいろいろな人に迷惑をかけたからさ、これではい幸せですってわけにはいかないでしょ。でも同じように失敗して苦労して今幸せになったキミエさんがいるからね、舞子さんもいつか幸せにお子さんたちとゆっくり過ごせる日が来るといいね。さてさて、お茶しながら旅行の時に撮った猫バリ岩の写真でも整理するかな。釣り吉三平のロケ地にもなったらしいけど、若い人はわかんないかね。あ、そうそう、キミエさんはバター餅全部舞子さんにあげちゃったらしいんだよ。だから私が買ってきたやつをお裾分けしようね。よし、キミエさんを誘ってゆっくりお茶でもするか。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。